わしの夢では弟子を持つことになるのじゃが、忍びの世に大きな変革、世にそれまでにない安定をもたらすか。どういうことですか。お主がその変革者を導くのだ。強力な忍びだと持つ国にとって、忍びビジネスはその国の収益において大きな役割を担う。国が安定した利益を得るには、それなりの戦争は必要になる。こんなことがならなかったな。お前には人を変えていく力がある。私とお前の力を見せつけてやれ。ジライア先生の言っていた平和をなそうとしている。